ね。こんなにぴったりくっつくんですね。こんなにぴったりくっつくんですよ。ペタってくっついても、出国したからな。ここから外なんですか。まあ、船から離れるんですね。これがついてるじゃないかな。ウィンチアーム届きました。でもよくね、マリオカー見つかった。彼は言わないと誰も知らないじゃん。そうですね。こうなったらもう、でもなしですから。あの人すごいね。すごいでしたけど、よくね、マリオカーね、実際あれ相談してないですよ。あ、そう、ジオディアですもんね。そう、さっき片山さんと喋ってて、はいはい、そのオペレーションをどっちが受注するかみたいな、どっちもできるけど、ジオディアに取られて、そうそう、ほとんど10で取られて、だけど、よくわかったな。ねえ、ありがたいですね。自分の受注じゃなかったら
まだ気にしないです。そう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 。バッテリーどれぐらい持つんですかって聞いたらあーってなってあ、ゲンさんも隣にいたんでしたっけ。ゲンさん隣にいたんでしたっけ。いたよ、びっくりした。みんなあれでしょ、あの GS のセンチスの時は。そうですよね。あんま金あったなでもちょうどアイさんを設置する方を向いてたから、ね、その場所ってことは勝郎さんのアルゴか。パイプ、給油パイプ。動力でやらないでロープで全部調節するんですね。